バイオフィルムにおける細胞外高分子物質のマトリックス形成細胞外高分子物質とは微生物が環境へと分泌する高分子である。EPS はバイオフィルムの機能的、構造的に完全な状態を確立する。そしてバイオフィルムの物理科学的特性を決定する基本的な構成要素と考えられている。EPS は主に多糖類とタンパク質からなり、 その他 DNA や脂質や腐食物質といった巨大分子も含む EPS は細菌群集の生息地の構成材料である細胞の外表面に付着し続けるか増殖培地中に分泌されているこれらの化合物は表面でのバイオフィルム形成及び細胞接着に重要である EPS はバイオフィルムの 全有機物の50%から90%を構成する。菌体外多糖とは微生物によって環境へと分泌され、かつ、糖山器を含む高分子量の重合体である。微生物は細胞内多糖類や構造多糖類及び細胞外、多糖、または菌体外多糖を含む広いスペクトルの多機能多糖類を合成する。菌体外多糖は一般に 単糖類と非炭水化物の地換器で構成されている。蘇生が非常に多様であるため、菌体外多等は食品業界や医薬品業界の様々な場面で多種多様に用いられている。多くの微生物の EPS は現在使用されているゴムとほぼ同じ特性を有する。伝統的に使用される植物や藻類のゴムに置き換える計画がある。また、 新規産業的な意義を持つ新たな微生物 EPS の発見と開発により、著しく進歩している。ラクタコカスラクティスサブスプ、クリモリスなどの乳酸菌のいくつかの株の菌体外多糖は消化可能であり、発酵乳製品にゼラチン状の性質を与える。胸膜の多糖類は病原性細菌を保護し、それらの病原性を助長することがある。 窒素固定細菌と植物の根や土壌粒子との吸着は菌体外多糖によって媒介されることがある。この吸着は根とその根県でのコロニー形成や植物への感染において重要である。工業分野での利用例にはパネトーネでのデキストランの利用といった製パン業界での応用がある。菌体外多糖はまた、葉内での感染症に重要な役割を演じる。 サイノライザビームマリラティ由来の作詞のグリカン。ありがとうございます。